リディア・ホワイト・イン・モントリオール、カナダ・リディア・ホワイトは、第二言語習得の分野の言語学者、教育者、ジェームズ・マギル言語学名誉教授。1969年に、ケンブリッジ大学で、道徳科学と心理学の学士号を、1980年に、マギル大学で、言語学の博士号を取得。2010年には、カナダ王立協会の芸術、 人文科学アカデミーのフェローに選出されました。2012年には、エリザベス女王2世位、ダイヤモンドジュビリーメダルを受賞。現在は、雑誌、言語習得、リングイスティックアプローチズ2バイリンガリズム、第二言語研究の編集委員を務めている。また、ルーミアナスラバコバと共に、言語獲得と、言語障害シリーズの共同編集者でもある。彼女の博士論文は、 文法理論と言語獲得として書籍化され、生成文法の観点から大一言語獲得の理論的問題に取り組んでいる。1989年に出版された SLA 研究の調査書、ユニバーサルグラマーセカンドランゲージアクイジションは多くの大学レベルの SLA コースの標準テキストとなっている。この本では言語的普遍性の理論が 第二言語習得のアプローチに与えた影響を探求する研究に特に重点を置いている。2003年には、リディア・ホワイトは、第二言語習得のプロセスが万能文法によって導かれ、制約されているという主張を拡張した、セカンド・ランゲージ・アクイジション・ユニバーサル・グラマーという本を出版した。2020年4月現在、リディア・ホワイトは、 Google スカラーで1万7000以上の引用があり、エイジインデックスは55である。リディア・ホワイトは、この分野のいくつかの主要なジャーナルの特別号を編集し、言語学習、スタディズ・イン・セカンド・ランゲージ・アクイジション、第二言語研究、言語習得に多くの論文を執筆している。いくつかの注目すべき例としては、以下のようなものがある。マクギル・ユニバーシティ、ジェームズ・マクギル。 ウィリアム・ドーソン・プログラムマクギル・ユニバーシティアソシエート・プロボストリリーブドオンエイプリル19-2009ありがとうございます